高波は海上自衛隊の護衛艦。綾波型護衛艦の5番艦。艦名は高波に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、夕雲型駆逐艦、高波に続き2代目にあたる。高波は昭和32度計画1700トン型警備艦1 6 1十号艦として、三井造船玉の造船所で1958年11月8日に寄港され、 1959年8月8日に、浸水。1960年1月30日に、収益し、クレ地方隊に直轄艦として編入された。1960年8月31日、クレ地方隊霊下に新編された第11護衛隊に、大波と共に編入。1961年2月1日、第11護衛隊が、自衛艦隊霊下に再編された第2、 護衛隊軍令下に編成がえ。1968年2月、五艦班の爆雷投射機2機、爆雷投下機場2乗が撤去され、可変深度式ソナー岡マイナス1 a を装備。1971年2月1日、第11護衛隊が護衛艦隊令下に新編された第4、護衛隊軍令下に編成がえ。1973年12月16日、 第11護衛隊が第3護衛隊軍令下に編成替え、低型校が佐世保に転籍。1977年12月1日、第11護衛隊が佐世保地方隊令下に編成替え。1985年3月27日、特務官に種別変更され、艦籍番号が ASU-7009 に変更、佐世保地方隊に直轄官として編入。 1989年3月24日、除籍。ありがとうございます。